アメリカでは今少なくとも20州で新型コロナウイルスの感染拡大が続いていてカリフォルニア州やフロリダ州など複数の州では1日の新規感染者数が最多を記録しています1日の感染者数がこれまでで最多となったカリフォルニア州でニューサム知事は昨日、州全域の公共の場でのマスク着用を義務付けました All talking about the second wave. テキサス州でも昨日これまでで最多となる3500人以上の新規感染者が確認されましたテキサス大学ではフットボール選手13人が検査で陽性反応が出たということですアボット州知事はこの秋に州内の学校を再開する方針ですがその際にマスク着用や 検査は義務化しないとしています。テキサス州の旧都市の市長は、公共の場でのマスク着用を義務化する許可を求めていますが、知事はこれも拒否しています。また、アリゾナ州では全体の感染者数の57%を45歳未満の比較的若い世代が占めています。 感染者数が増えている州の中には検査の増加を理由に挙げる知事もいますが検査をした人数の問題ではなく検査をした人が陽性になる確率が上昇していることが問題だと指摘されています。現在感染拡大が続いていいてててる20州のうち少なくとももでは入院者数も増加していて昨日 3,200人以上の新規感染者を確認したフロリダ州では、集中治療室の病床の空きが22.6%にまで落ち込んでいます。このフロリダ州の感染拡大について、ニューヨーク州の久保知事は、感染拡大が始まった当初、フロリダ州がニューヨーク州から訪れた人に自主隔離を求めたのと同様に、フロリダ州からニューヨーク州を訪れた人に 2週間の自主隔離をを求める可能性を示唆しています forward, 一時は全米で最も深刻な状態だったニューヨーク州では感染者は大幅に減り続けニューヨーク市は来週月曜日にも経済活動の再開の第2段階に入る予定です。 CDC= 疾病対策センターの調査でもマスク着用で感染のリスクを81%から56%に下げることができると発表されていますがアメリカではマスクの着用を義務づけることには賛否両論あります。カリフォルニア州オレンジ郡でも軍の保健当局が一度はマスク着用を義務化しましたが個人の自由などを訴える反対派の抗議で取り下げる結果となっています。 今回のカリフォルニア州のマスクの義務化が定着するかどうか注目されるところです。